今日の一問一答ですね。保険医療サービス分野、訪問リハビリテーションという単元になります。次の記述は、正しいか誤りか答えよう。問題。訪問リハビリテーションは、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、及び訪問看護ステーションから、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が訪問する。訪問リハビリテーションは、病院、 診療所、介護老人保健施設、介護医療院、および訪問看護ステーションから理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が訪問する。というふうにありますが、これは誤りになります。訪問リハビリテーションを提供できるのは、これは病院、診療所、老健介護医療院、この4つになります。 質問にあるところの訪問看護ステーションというのはこれは訪問リハビリテーションの指定をもらえる事業所ではないということですね。よってこの質問は誤りということになります。訪問するのが理学療法士、作業療法士、言語聴覚士というところはこれは合っているわけですね。そのように理解されるといいかなというふうに思います。で、ここを少し補足いたしますと訪問リハビリテーションを提供できるのは今言った4つだけなんですね。 病院と診療所と老犬と介護医療院、この4つだけになるわけなんですけれども、このある機関がですねこの訪問リハビリテーションを提供する場合には、見なし指定となるという、ですねこういうケースがあるんですね、その部分について少しだけ説明しておきたいなということを思いますが、結論から言いますと、病院と診療所については、訪問リハビリテーションは見なし指定となっております。 つまり、病院診療所というのは、訪問リハビリテーションの指定をくださいというふうにですね、指定申請をしなくても、訪問リハビリテーションの指定事業所として見なされているということですね。ですから、そのまま訪問リハビリテーションという介護券サービスを提供できるということになっております。これを押さえておくといいですね。しかし、老健と介護医療院についてはそうではないということです。訪問リハビリテーションを提供できはするんですが、 しかし、その前に必ず指定申請をしてですね、指定をもらってからでないと提供できないと、このようになっておりますので、その違いというものをですね、一つ押さえておくといいかなというふうに思います。で、同じリハビリテーションの許諾サービスにはですね、通所リハビリテーションというものもあります。訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションというものがあるわけですね。で、通所リハビリテーションの方は、 これは提供できる事業所というのは同じく4つありましてそれが病院診療所、老健介護医療院の4つということになりますつまり訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションというのは提供できる事業所というのは全く同じになるわけですね4つになります病院診療所、老健介護医療院ですねしかしみなし指定の方は少し違いがあるわけなんですね 通所リハビリテーションのみなし指定とくればこの4つすべてということになります。病院も診療所も老健も介護医療院もすべて通所リハビリテーションについてはみなし指定となっております。つまり指定申請を上げる必要はないということですね。病院、診療所、老健介護医療院であるだけで通所リハビリテーションという介護保険サービスというものを利用者さんに提供できるというこういう仕組みになっているわけですね。 ここが訪問リハビリテーションとの違いになりますので試験でもよく出てくるポイントになりますので押さえておくといいですね一応おさらいいたしますが訪問リハビリテーションも通所リハビリテーションも提供できる事業所は4つだけこの4つは同じになります病院診療所老健、介護医療院この4つですねしかしみなし指定の方には違いがある 訪問リハビリテーションの見なし指定は病院と診療所のみになります。老犬と介護医療院は含まれません。しかし、通所リハビリテーションの見なし指定とくれば、これは4つすべてということになります。病院も診療所も老犬も介護医療院もすべて見なし指定となっております。ここのポイントというのをしっかり押さえておかれるといいかなというふうに思います。ということで、今日の問題ですが、訪問リハビリテーションは病院、 診療所介護老人保健施設介護医療院及び訪問看護ステーションから理学療法士作業療法士または言語聴覚士が訪問するというふうにありますけれどもこれは誤りということになります今日の一問一答の解説は以上です